これゴミだと思いました？違うんです、立派な資源なんです。見てください、この宝の山。ごめんなさい、失礼しました。ありがとうございます。皆さんはアップサイクルという言葉を聞いたことがありますか？それはリサイクル以上の価値をプラスして再生することなんです。ほとんど水を使わずに古紙などを新しい形に再活用するエプソンの独自技術、それがドライファイバーテクノロジーなんです。ではドライファイバーテクノロジーの新たな取り組みを紹介します。これを見てください。ドライファイバーテクノロジーで繊維化した古紙がこちらです。例えばこれを養分に変え、ミドリムシを育て、なんと地球に優しいプラスチックが作れちゃうんです。すごいでしょ。すごいあ、だからさ、食器なんかもこれから紙から作れちゃうわけだよね。そうだ ね、 ね、いつか紙資源からすごいものを作りたいよ ね、 ね、ゴミが宝になる。うんうんうん、ね、そうなったらいいね。